はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。今回は、機運を意識し、運気が上がるよう努め、機運を見定めるということについて話しさせていただきます。信仰宗教とか、カルトとか、スピリチュアル的な話ではなくって、あくまでも、真っ当な、地に足のついた、堅実な三法よしの商売、ビジネスを行う上で、自分が留意し、意識し、自制自戒していることなんですが、 気運、空気の気の気運と同じ気運という発音ですが、機械の気、チャンスの方の気運と運気、この三つの言葉って似てますよね。同じ漢字使ってるので当然なんですが、同じ漢字使っているんだけれども、違う意味として使われているような言葉っていうのは、 順序を並べ替えて言葉遊びみたいなのをしていくとですね、自分自身が商売と対峙していくときに、どのように進んでいけばいいかっていうその道しるべになる。 と自分は考えています。もし今回の動画参考になったなって方は高評価。なんじゃこりゃと思った方は低評価いただければ幸甚です。どうぞよろしくお願いいたします。まず言葉の説明なんですが、空気の木に運勢の運の機運っていうのは、物事がある方向に進もうとする傾向です。 これ時の成り行きなんて言うんですが、どちらかというと人間的な情勢ですよね。例えば政府の見解で緊急事態宣言が延長されましただとか、コロナで今マスクが高騰しているだとか、そういった社会的な動きっていうのを機運って自分自身は言っています。機械の機に運の方の機運なんですが、こちらは物事を 行う、なすのに良い機会とか時期、チャンスっていう意味です。最後に運気っていうのは、これ自然現象に現れる人の運勢なんですね。例えば、それこそ女性の生理現象だとか、女性だけではなくて男性も、なんか、 無気力になってしまう時期だとか、思ったようにうまく進まなかったり、なんだか自暴自棄になってしまう時期だとか、そういうものがあると思うんですね。体っていうのも自然の一つですから、そういったあがなえないような自然現象もしくは生理的な現象に現れる人の運勢のことを運気と呼ぶと。よってこの一番自分じゃどうにもならない運気っていうのをどうにかしようと思うから、 水晶を買ったり、お術を買ったりだとか、パワーストーンだとか、パワースポットだとか、そういったものっていうのが、もうずっと人気があるわけですよね。自分が商売と向き合うときには、まずは人間様社会的な情勢っていうのを意識します。 これが空気の木に運勢の運と書く気運を意識しっていうことですね。で、もう気運を意識したところで、自分自身の運気的なもの、要するになんかやる気起きなかったりだとか、何かうまくいかない時期っちゃのはどうしても人間あるわけですから、運気が上がるように少なくとも七点抜刀試行錯誤することはできますよね。もがくことはできるわけなんで、気運を意識した後で運気を上がるように、運気が上がるように、 で、勤めるっていうと、なんか無我夢中で頑張るっていうイメージがあると思うんですが、人ってみんな頑張って生きてるじゃないですか。仕事でミスしまくる人だって頑張ってるんだけどミスしちゃう。だから一番良くないのが、頑張れ、頑張れって自分に言っちゃうことだと個人的には思います。不登校の男の子、女の子、自分も学習塾の主任講師やってた時、塾の講師やってた時に受け持ってましたけど、一番言わない言葉が頑張るです。なぜならば、頑張ってもそれを それでもあかんかったから学校に行けなくなっちゃっただとかね。頑張っていこうと思うんだけれどもなんか無気力でうまくいけんから学校今日も休みになっちゃっただとか。そういう子たちが私の学習塾には顔出してくれるんですよ。なぜならば自分は頑張れって言わないからだと思います。とにかく運気っていうのは、まあ、もがくにはもがくんですよ。何もしないで自暴自棄になったり自己憐憫に浸ったり他責にしたりしたらこれ本末転倒ではあるんでもがくんだけれどもそれでも なななかかかうままくいいいいこととの方が多いと思います。自分だって未だに無気力になる時ありますからね。だから大切なのは、七摘抜刀試行錯誤するものの、うまくいかない自分も認めてあげる。受け入れてあげる。 気持ち悪い言い方すれば抱きしめてあげるっていうことの方が大切だと思います。最後に機械の機に運勢の運の機運のことについてなんですが、この機運っていうのは何かの物事を実行するのにちょうど良いタイミング。まあ要するにチャンスだとか、英語だとオポチュニティだとか、そういった意味の言葉になるわけなんですが、 ここまでを含めて一例の流れとして空気の木の機運を意識し運気が上がるように努め機械の木の機運を見定めるっていうことが常に商売を行っていく上で大切だと思うんです。例えばネット物販今やられている方だと最近は中国アメリカの国際総量ってだん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 平常時の方向に戻っていきました。平常時 1kg あたり38元前後なんですがコロナの影響で一気に70元近くまで上がってしま しまってそれが今50現代までまた下がってきているんですねこれって機運を意識している物事がある方向に進もうとしているそのある方向とは何か国際総量がまた落ち着いてきてますねっていう方向をまず意識するさらに自分自身がやる気ないところはどうしようもないですから運気が上がるように努める例えばネット物販関係の情報を収集したりだとかいろいろな興味のある動画自分が言うと手前味噌ですけれども見たりだとかそういうことをしっかりと行っていく中でやる 歩きを高めていくそして金運を見定めるこれは資金的なものだとかお仕事との兼ね合いだとかを考えて次の買い付けの商品をリサーチしたりだとか商品を買い付けたりを行うということを進めていけばいいわけです自分の運気が上がっている時っていうのは自分がちょっと目にする情報とか記憶に残るような情報っていうのがプラスの情報が結構多いですさらに良い人と巡り合わせがあったりだとかまあ、これをずっと話 話していくと、だん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 オカルトチックにはなってきちゃうのかもしれないですけど、本当に周りの状況っていうのも自分自身をバックアップするために、どん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 良い方向、良い情報、良い人、そういったものに囲まれ始めるっていうのも、少しね、あの対外的に意識することができるようになると思うんですよ。 そうなったら、準備万端と言いたいところなんですが、やっぱり商売っていうのはお金がかかるし、一筋縄ではいかないところはあるし、結局のところ、三歩四死の堅実なネット物販って地味で地道でしんどいことがたくさんあるわけですから、お金もかかるし、時間もかかるし、頭も使わなきゃいけないし、要するに精神力も必要だし、金銭も必要だし、自分自身の忍耐も必要だし、周りの理解も必要だし、 っていうことになってくるわけですね。で、ここで、機械の運、機運を見定めて、じゃあ、進めましょうっていう話に持っていくと、物事っていうのが順序立てて、整理しながら明確に自信を持って胸を張って、次のステップに進んでいけるんじゃないかなと、個人的には思います。というわけで、今回は、機運を意識し、運気を上げるよう努め、機運を見定めるっていうことについて言及させていただきました。そもそもなんでこういうことをちょっと自分自身も改めて動画で出してみようかな。 って思ったかっていうと2020年の春からコロナの影響でぶっちゃけただし人間が精神的にぐちょぐちょにされてるような感じがするんですよねその中で正義感が変な方向に暴走しちゃう人もいればそういった正義感が暴走した人だって無視すりゃいいものをみんなで寄ってたかって小づくような変な機運になってしまっていると思います私もぶっちゃけた話普段よりも妙に気になっちゃってるんですよでこれって明らかに自分自身の機 気運が精神的な機運がそういったネガティブな情報に引き寄せられてしまっているなっていうことを感じたので、こうなったらあかんな。 っていうことを感じ、運気が上がるように努めていきました。具体的には、生徒さんには最近紹介させていただきましたが、素晴らしい写真撮影代行会社さんの代表、その方とコンタクトを取って、いろいろお互いプラスになるようにビジネスやっていきましょうっていう話をする。要するに自分の周りの素晴らしい人、自分が コンタクト取れる、まだ会ったことない人でもいいんですよ。とにかくプラスの気持ちを持った人、前向きな感情を持って努力している人と一緒に何かをしたりだとかする。そういうことを行うと、周りの人のそのプラスの感覚っていうのも自分も吸収して高めさせていただくことができるような気がするんですよね。今回の動画もしよろしければ、高評価、もしくは低評価いただければ幸いです。では失礼いたします。